Hello everyone and welcome to my YouTube channel once again. My name is JC and I'm over here to do another reaction for Kiki series of Gaki no Tsukai. This is episode 21 and it will be about Ponzu. So I am tired of trying to vote for Tanaka every time, and every time Tanaka is going to fail me for sure. So this time I'm going to bet on Matsumoto and Endo, who has been on fire lately. So I'm going to guess two guys will get this one right, and let's see if I'm correct at the end of this video. Let's go! 第1回ガキの使いあらへんで、チキチキこなしとくじに命をかけろ、賞金10万円争奪、キキポンズ。Oh, today Yamasaki is not there. 意外とやってなかったんですね。April ですね。今回で21回目でございます。おお、21回目。What happened to Yamasaki? すいません、ちょっと。お前誰や。なんでおんの。あれ。どうしたの？トッツァン坊や。どうしたんですか ？What is a トッツァン boy？ 僕鍋好きなんで。ちゃんとやれや。帰れもう。テレビをバカにするなよ。ちょっとですね、山崎さんが、まあこれ簡単に言うと、モリマンのたたりと思うんですよ。モリマン？山ちゃんの助がこれってこと？山崎さんの助。ああ、助というか、類似タレント。But who is Moriman? Maybe there is an episode with Moriman? I'm not sure. I'll try to figure it out. But my vote still stands. Endo and Matsumoto. もうこれぐらいですよ。やっぱりこの辺はメジャーですよね。まあ冷蔵庫に入ってたイメージはそう。15 choices。15分の4の確率らしいです。スタッフの方がチャレンジしてみたところ。まあ当然正解すれば賞金10万円。正解ならば。なんでか知らんけど罰ゲームが。まあ本当。I don't know why, but you'll get punished. キキポンズ最初の挑戦者は田中。I voted for Endo and Matsumoto, but deep down I'm still hoping that Tanaka gets the third star. Just because he's the underdog. I'm just not voting for him because every time I vote for him, maybe I put too much pressure on him and he doesn't get very well. Yamasa Yuki Ponzu.両方でもいいですか？あかん。どうしよう。どうしよう。そのままストレート。はい。ちょっとやっぱりストレートに。いや、俺も多分そうだと思うんですよね。喉乾く。お、結構いったね。ん？うわ、ワインのように。スラッピング。ティスティングですか、これなんていうんですかね。思ってたより。ちょっとその酸味がきついと言いますか、僕あの一番端のスタンダードなやつはちょっちゅう家で食べてるんですよ、うん、に比べたらそのもうええわもうカナダさんつけて一回も食べてないですもんね。そうなんですよね、うん、両方行きたかったんですけど、やっぱりつけてみた感じとそのストレートな感じと、完全に小ゴリラに。小ゴリラ。でもこうやってやった方が分かりやすい。確かにそうだと思うんですけど。俺もそう思うで。なんかそこにと相まってなんか出るそのなんか旨味みたいなのもあると思うんですよ。これも小ゴリラは嫌だ。よく見たら。すだちが入ってるやつ。そうです。I think they refer every time they refer to the gorilla is to Hamada, right? なった時に。この一番スタンダード。I have no idea why, but must be a show or a gag that I have not seen. ちょっとこれを言ってみて、どう違うのかっていうところをちょっとやらしてみてください。違う。こんなはっきりわかるもの。全然違うね。私が食べたのはミツカンの味ポンではございません。おーよっしゃ、ミュージックミツカン味ポン、ザラーよザラーよザラー。金俊の
古木ゆずポン酢、うん、ちょっとこれを違います。違う、酸味の種類が違います、うん、OK これゆずポン酢なんですよ、はい、でその酸味が違うって僕言ったじゃないですか、はい、ってこ とりあえずあるはい、そうですねほんまにずっと怒られてるけど、ね、私が食べたのは古木ゆずポン酢ではございません。そっからやお前の説明は。まだ全然だってね、柑橘類の種類が違う。なるほど。ということはゆずポン酢消えるってことですよ。へえ、ゆずじゃないんじゃない。オッケーオッケー。ゆず、すだち、かぼつ。かぼつ、かぼつ、かぼつな。What is the cup？ゆずの入ったポン酢は違うと決めつけ、ゆず入りのポン酢を消していく田中。 I'm still rooting for you, 素早く味を見抜き、anyway. 4連続クリア。おお、これは早かったね。はい、山沢有機ポン酢、うん、これもゆずオンリー。ゆずオンリー。ゆずを消す旅ですね、今、うん、今はゆずを消してます。ずっとそれ、うん、This is the correct one、うん、違う、ゆずや、これ塩かじ、ゆずが違うってことか。私は、山沢の有機ポン酢ではございません。No! He was so confident. He didn't even wait. He just went. Wow, Tanaka. What is the punishment? すごい恥ずかしいね。すごい恥ずかしいね。うわ、用意できてなかった。怖いやん。切れてるやん。酸っぱいのはゲーだけにしろ。わお。ネギでどつかれた。めっちゃ折れてる。めっちゃ折れてる。うわあ、ゆず思いっきり入ってましたよ。笑いこらえんの必死やったもん。何言ってんねん。続いて挑戦するのは浜田。ピッツスターフォーユーズベイオの。同じ山さの有機ポン酢。浜田の舌にはどう響くか。ああ。マジで全然わからへんこの人もあれ基本的に全部ケチャップでいってしまう鍋ですか鍋さえ酸っぱさもあるんですけど、はい、多少の甘みもあったような気がする。なるほど、ね、甘みもそこ覚えてあるでしょうけども、これいこうか。ちょっとすだち、はい、いきますか。うまそうやな。Can you tell the difference? 鼻じゃ全然分からへん。もう鼻じゃ分からないですね。鼻じゃ分からない。どうしようかな。今度顔。あ、こんなきつくなかったわ。これがすだちやったら、先ほどが舐めたのすだちじゃないってことかな。すだちがきつい。こんなきつくなかった。私が飲んだのはすだち生果汁ポン酢じゃござんせん。Music, music, please. Music. Are we going to get some music? 水で口をゆすいでいただくっていう手間。ああ、全然あります。うん、まっちゃん、まっちゃん。なんか今ちょっと池永源太に似てます。こういうベタのこの蜜柑のこのじゃあこのゆずを一発。これゆずというものね。CM してますよね、結構ね。してますね。飲むね。いきますね。あれもうちょっと甘かったような気がするんだけどな。もう全然違うことじゃないのよ。別にこれや言われたらこれやと思うわ。でもね、うん、甘みがないのよ。すごくそこなんです。それ結構おっしゃってますから。言ってますね。デビュー当時から言ってましたもんね。もう25年、6年になります。吉本に対しても言ってました。甘みがない。浜田さん、もしあれならこれつけていただいてもいいですけど、はい、もうちょっと甘かったような気がするんだけど、それをつけることでまだこう何が、うん、うまいね。まあ、そうですよね。ここと全然ちゃうことやってますから当たらないですけどね。あんまり意味ない一応ちょっとテレビ的なことをつけてみたらええんじゃないですか。これ違う、もうちょっと甘みあった。うん、私が食べたのはゆずポン酢香りの蔵じゃござんせん。
プリプリプリ。はい、じゃあゆずいのパンツに狙いを定めた浜田、慎重に味を見極め3連続クリア。余裕で戻ってきましたね。おお、これいこうか。このキッコーマンのゆずか、キッコーマンか、こう。ああ、これもちょっと近いな。これ後から来る酸味がちょっと近いね。たったね、初めて聞きましたけどね。ずっと甘さ、いやいや、酸味は当然ね、ゆずやから入ってるんですけど、後からふわっとちょっとこう甘いのが来るんで、その甘いのは来られへんのよね。甘いの来られへんのよ。 If you say so, 浜田、 If you say so、 もう甘みをもう泣くかやね。甘みをなくかよ。いや、もう甘みないとっかやね。すごい専門。ない。やっぱりね、勉強。It's like he's writing a book. There was a cry for sweetness. 加減がわかる。これ前で言うの、これ。もし正解だったら。あれ。ちゃうか。Oh, he's... Bo. No fifth star for you today. No fifth star for you. So Tanaka continues with two. Hamada continues with four. Here comes the angry lady. お前とは鍋囲めねえよ。後ろ。さあ、今のは痛い。ヤマさん、答えよ。何やったん？またです。田中と一緒やったの。はい。有機ポン酢。ポン酢に絞ってはったでしょ。うん、その横ポン酢に絞ってはったの。ポン酢に絞ってはったでしょ。もう今日番組がポン酢に絞ってはった。お次は鍋好きを擁護するヘイポー。ヘイポー。次は宮内庁御用達の高級品、宇佐美の月思い。お味はいかが？あー、美味しいなこれ。変態大技師や。うわ、めっちゃうまい。なんかもうないですよ、そんなんしたら。あんまりそのゆずとか、足元だいだいとか、そういう味をしないんですよ。なるほど。え、ということは、この男が驚きの味覚を見せる。さっきのゆずとかだいだいの香りとかが味がしなかったということは、これですよね。あれ違ったかな。いや、いいですね。流れからいけばね。まあ、そうですよね。これは書いてないですね。うん、水か味本からいきます。あ、でも僕間違ってました。全然違います、これ。こっちさっきの入ってました。大大とか。どっち？入ってました。多少はね、入ってる。私が食べたのは味ポンではございません。私が。私が食べたのは味ポンではございません。あー、いけないんだ、叩いちゃう。21回目エイポー。とはいえ、序盤から自信たっぷりに味の違いを見抜き、テンポよくクリアしていく。He's so happy. Let's go, Apo. Suspicious. 田中と浜田に出題されたヤマサの有機ポン酢が怪しいと睨み、他のポン酢を消していくヘイポー。 OK。 あ、すごいね。あ、行けるでしょ。あ、わかるわ。何これ。己の舌とその味覚に絶大なる自信を持つヘイポー。 He's doing pretty pretty good. 生ポン酢ではございません。海ポン、山ポンでは。一瞬の迷いも見せずポン酢を次々に消していく。そのスピードは驚異的。あっという間に15本中9本をクリア。すごいね。あれもう今のホラーだから。よかった、よかった。
今の顔すごかったです。かつく顔だよ。マロ村、馬地村、ゆずの村、馬地村でいきます。ちょっとね、この辺のイライラ、ね、イライラするんですよ。明日ガキの使い見たでケツ一発蹴っていいですか。そうですね、街歩いてる。しかし堤防の下に迷いが、合計12本まで順調にたどり着き、残り3本、She's going to win。 小木ゆずポン酢参ります。これはすごいわ。あ、もうゆずの香りすごすぎです。あ、美味しいんですよ。一瞬永遠スカッとして、やばいと。僕が食べたのは古木ゆずポン酢ではございません。 I want to see more of Heipo。 素晴らしい。Heipo さん来た。これはすごい。 If there is any other episode besides this Kiki or other series like Batsu Games or what was the name of the other one? Absolutely Tasty, if I'm not mistaken. If there is like an episode that is like, for example, Endo's Chiaki audition, if there is anything like only with Apo and these guys doing something to Apo or something like that, I'm going to try to search for it and I'm going to try to see if I can include in somewhat maybe next week or in 2 weeks time, because this guy is funny. This guy is really good. これはエポすごい。これはすごい。ほんまにすごいわ。And he's doing great. これかなり変わってるっぽいから、多分違うと思うんで、それですよね。多分。あ、そうですか。いや、わかんない。もう当たっちゃう。当たっちゃう。当たっちゃう。宇佐美、月思い飲みます。うん、飲みますか。食べましたね。飲みますって言ってますもんね。ちょっと似てますけど、少しアルコールが入ってるような気がするんですけど。お酒。お酒っぽいの。わかんないですけど、自分の舌の感じだけなんですけど、うん、だから違うと思います。それです。ってことは。でこれで犯人分かっちゃったみたいな。これがね、飲むこともできないですけど、ね、はい、じゃあ参ります。すげえな。ちょっと見方変わったわ、ね、You are almost there, man。 有機ポン酢です。It's not April, but you have won a fan over here and I'm going to watch more stuff with you in it. Definitely. あ、でかぼいでフィッシュ。今度変わってるやん。あれ絶対痛いやん。番組の役にもならねえな。首にくるもったいないな。エボダすごい。ほらほらほら。何がすごかったの。続いての挑戦者は遠藤。Come on, 遠藤。出題は遠藤。この味が特徴のキッコーマンのゆずか。おお、日本でいったね。The two finger technique, yes。どう。ゆずです。これ絶対ゆずです。それはわかります。もう僕そんな時間かけないと思います。Okay. もうパンパンと。ゆずがわかったぐらいじゃね。早かったからね。Come on, come on。これをすごいな。Fifth star。こうなんか。主役になってる。今回えらい流れとして、ね、番組のね、山さんの勇気ポンズ。あえてそれから。なるほど。はい、トゥーフィンガー。トゥーフィンガー。He already used these two finger. I think it was on. 全然違う。I don't remember which episode. 私が飲んだのは山さんの勇気ポンズではございません。Okay. Let's get some music. 成功法に行くしかないですよね。味で狙い撃ちしていく感じ。僕狙い撃ちでいきます。うん、馬地村、農業協同組合ポン酢醤油ゆずの村。Looking at the TV always.
僕狙い撃ちで言ってたんですね。でまさかと思ったんですけど、うん、来ない早く来るかと、来ちゃいましたねこれほんまに、うん、そうですね。あともう、うん、これで僕そのどうやって面白くしていくのかもう分からないっていうのもあるし聞きん時いつも僕前の日ちょっと嫌なんですよ。どうやって面白くなるんだろう、やり方が分からないです。ただもう当ててすげえって言われるじゃないですか。俺はもうこれに限ってはクイズダービーの原平になるみたいなことなんで、僕はこの企画で存在価値があるのはもう当てないと意味がないんです。なるほど、はい。私が食べた飲んだのはポン酢醤油ゆずの村でございます。No! You didn't get your fifth star! 分かれへん、分かれへん、結局アクセルのこともでっけえ。うわ Now it's different! 鍋将軍に代わって下かむわ成敗たす。これはいでや、わーおあ全員あかんやん。ちょっと確率ほんまけ。そうほんまや。ゆずとかぼすも正直わからんもん。よしちょっと10本でいこう。何言うてあるんだよ。He wants to change the rules already。最後に挑戦するのは松本。しかしうわごっついちょっとごめん。何よ。もうアイマスクが誰かつけてたやつか知らんけど、はいはい、ものすごいおっさんの匂いすんねんけど。これ損やわ。なんでやねん。ポン酢をかっけすほどのおっさんの匂いやろ。これ絶対平行やろ。新しいのあります。平行のね、あのヘアトニックみたいな匂いがするんだ。おっさん臭という予期せぬ敵を前にした松本へ、蜜柑香りの蔵丸絞りゆずを出題。果たしてそのお味は。あら、なんだこれ。何やねん。おほほほほ、お上品ね。こう顔にブシャブシャかけてますよ。あれわかるかな。わかります。それは鼻にも入るでしょう、今のやったら。結構特徴ありますよ。The usual, the usual. He's back. He's back. ホノルにこう問いただしとるんです。これ終わった後ものすごく痒なります。全部やれるよ。うまいな。うわー、これでも一発目大事やぞ。これはね、本当にね、つけるところ、ね、おそらくですよ、見えてないからわかんないですけど、薄いんじゃないかなと思うんですよ。あ、なるほど。いわゆるこの色でいうところの、こう薄いので、まずいったろうかなという。なるほど、なるほど。 OK, that's a strategy. だから、薄いのからいくと、このまず蜜柑の蔵ですわ。はい。これ薄いですよ。No way.No way! First shot! Come on, Matsumoto, please get it right! You just eat this one! You just eat this one! ちょっと一言、コメント言っていいですか？はい。わかんねえ。いや、ほんまそうなんです。だから言ってるやん。わかんねえ。笑っちまうほどわかんねえ。うわー嘘！まさかね。違うよね。あ、そういうことか。いや違うと思うわ。でもね近いね、うん。すごい近いけど、だから俺が薄めのやつやっていうのは絶対間違ってないわ。なるほど。間違ってないんですけど。You just want some air time。いやでもそんなわけない。絶対そんなわけないわ。いやここは違う。ちょっと一旦ここやめます。はい、はい、OK。 私が食べたのは丸絞り柚子香りの蔵ではございます。せん。お前、これ劇的すぎる。
録にすんぞ。ほら全然劇的だ。Another episode, no one won. Oh my god, that was too funny. I think this is, even though no one won, this is probably one of my favorite episodes. The ending over there was amazing, and I would say also Apo is I have a feeling is a crazy one as well. Is probably, if he has anything of his or with these guys, for sure I'm going to watch it out, because he is really, really funny. But yeah, that's it for episode 21. Again, no one seems to like winning money. And yeah, hopefully for the next episode, at least one of them can get something right, get some cash flowing on their bank account and all of that. But yeah, that was episode 21. It was Ponzu. We are reaching halfway near the end of the Kiki series, so we are almost, I think it's 44 episodes, so next one will be dead on the money on the middle. And yeah, I hope you enjoyed this episode, and we'll see you soon. Thank you.